YouTube 皆さんどうお過ごしでしょうか。今日は2024年の3月の6日ということで寒いです。で昨日は楽しい時間過ごさせていただきました。京都の飲み屋街木屋町で飲んでて、素敵な先輩と落ち合いっていうかね、巡り合い、そっからその果てにはまた、京都のちょっと知ってる YouTuber の方とお話をしておりました。登録者数約1万人すげえなって感じですね。やっぱり楽しいと飲みすぎちゃうってことで、今日は二日酔いで仕事もなんていうのかな、クビになる寸前のレベルでなんとか事なきを得たって感じだったんですよね。で明日東京に行くっていう感じで、なんかね、日々のバイオリズムってこうそんなにこう激変はしないんですけど、こうちょこちょこちょってなってたのが、明日グッと行く感じですね。だから今日の夜に夜行バスで東京に行くのか、はたまた明日、新幹線乗って行くのかって感じで、ちょっとどうしようかなって感じではあります。そしてでも今日中にもう一件仕事をする必要があるんで、それもやんねえとなっていう感じです。でも二日酔いすぎてちょっと苦しいです。だからちょっと寝ますみたいな感じの、近況ですね。ほんでですね、昨日は財布持ってないのにタクシーに乗っちゃって、なんか今日携帯見たら知らない番号からかかってて、無視してたんですけど、何回もかかってきたから出たら、昨日のタクシーの方で、どうされておりますかみたいな感じで、うわごめんなさいっていう感じの思いでしたね。もう記憶がぶっ飛んでて忘れてたっていうやつだね。ダメなんですけどね。で先ほどお金崩して、2000円のタクシー料金だったんですけど、一応気持ちとしてお気持ちとして3000円お渡しさせていただいて、ご迷惑をおかけしましたという感じでね。ダメな僕なんですけど、すごくね、優しさとか愛情というか、プレゼントさせてもらったつか、プレゼントしてもらったなというふうに思ったんですよね。で僕その客観的に自分を見た時に、なんていうのかな、与えてもらってばっかりなんですよね、基本的にいつも昔から、両親に多大なる愛をいただかせてもらって、友達とかでも、恋人パートナーとかにも与えてもらってばっかり。たまにいじめにあったりとかはしたけど、そのマイナスとかネガティブの要素より莫大な愛を注いでもらってるなっていう風な感じの人生、キャラクターだと思ってるんですよね、客観的に見た時にね。でそしてそんな俺をさらに自分自身で愛しちゃってるっていう、お気楽ご気楽のお天気な頭の中お花畑なジャッキーだなって改めて思ってまして、僕の人生のテーマの一つというか、多分これだって思うのが、僕が与える側にならないとダメだなというふうに思ってるんですよね。与えてもらってばっかり、そろそろね、方向チェンジっていうか、与える側にならねえとなっていう感じですね。なんとかそれ自分の中で消化してると思ってるのが、こういう動画発信とか YouTube 活動なんですよね。なんかね、人って一人一人は尊くて宝だし、素晴らしい、天才だし、愛おしいし、天使だね。だから、僕自身は YouTuber になりたいっていうのもあるけど、で動画の内容とかっていうのも結構脈絡ないんですよね。計画性ないから明日には東京の四ツ谷に行ってるっていう未来があるんだけど、
どうやって行こうかなとか、で金がまず回るのかっていうそんぐらいのレベルで、どうしようかなって感じなんだけど、話戻り、一人一人は尊くて、一人一人は天才で、一人一人は愛すべきバカ野郎だと思ってるんで、僕は、フリーランスをやっていきたいと思ってて、普通に生きるのが無理だからね、あの真面目にもっとしっかりしなさいとか言われるけど多分無理やってきた結果多分無理だなっていう、でやる気もあんまないし、ね、それは多分魂がそういうふうにあの叫んでる、ジャッキーお前はもっと破天荒に生きるために生まれてきたんだろうみたいな、お前のどうせお前は真面目にとか無理だからちゃんとお前らしく生きていきなさいみたいな感じで、言われてるような気がしている、なんだっけな、そうだからすなわち商品は僕自身の存在であると、商品はすなわち僕自身の人生であると、生き方だね、だからこれからもいろんなことはあると思うし、いろんなことを経験させてほしい、させていただいていただかしまってありがとうって感じでね、思ってます。ということで近況報告、突発的にちょっとメッセージが胸の中でっていうか脳みその中で出てきたんで、こういう話をしてみました。はい、ということでご視聴ありがとうございました。寝ます。失礼します。ありがとうございました。